いやもう絶対やらせやん。ノグ何を移動中に見てる？イベントですね。インテル見てます。おお、ダゾーンで。うん。なんか参考にしながら見てるの、はい。どういう目線で見てる？いや、クリロナかっこいいな。かっこよさ。そこかい。どこのファンなの？万有です。万有かい。この試合面白いんですよ。全然違うとこ見てるやん。全般的に見る。全般的にね。なるほど。こういう移動の時間も無駄にしないと。まあ、無駄にしないと。楽しんでいきます。なるほど。今日も練習頑張ろう。はい、ではアップ映画。YouTuber の瀬島です。お久しぶりです。お久しぶりっていうかあんまり違和感ないよね。確かにこのペナルティです。服が違う。お前ペナルティや。でも俺今年がヨネックスになるから。おい、そこずっとそうやっといてじゃん。慣れ親しんだペナルティなんで。どう宮崎は？いや宮崎マジ過ごしやすいっすよ。ああほんと高いしね。海も綺麗だし飯もうまいし。ああ飯もうまいね。っていうか違和感全然ない。こっち側まだ。え？こっち側の人っすから。そうやね。なんか多分サポーターもそんなにこれ見てもあミムやみたいな感じじゃない？選手たちに会ってきます。あそうやね。そこも追いかけるわじゃあ。いやいいっす追いかける。いや行くわ。プライベートの話する。遠目で。今日はよろしくね。
およ。びっくりした。どこの人か思った。ただし、はいはい、めっちゃ YouTube やってんねよ今。ダメよ、あのユウスケと一緒に運動しました。ってみんな言ってるじゃん。元気？元気。頑張ってる？傭兵みたいにインタビューしてくれないですか？え？準備があるか傭兵の。ああやってた。お、めっちゃ見てるやん。いや、たまにね。取りまくってる。使ってくださいよ。オッケー。なんかサポーターに一言。めっちゃ見てくれてるから。対戦した時にあのまた岡山戦で点取れるように。お。対戦ねえわ。な。自分で言うてもた。傭兵言ってたじゃないか。言ってた。ね、大丈夫ですか。うん。頑張ってね。はい。また。おーい。今度なんかいろいろ送ってくれてありがとうございます。うわ。うわうわ。ここで俺言うてる。トヨ、はい、お久しぶり。お久しぶりです。お疲れっす、試合。お疲れ様でした。うちから何点取ったっけ。3点取っちゃいました、すいません。イエス。いや、岡山とやっぱり気合入りました。おわ、そっか。なんかもう知ってる選手が少なくなっちゃって、うん、ちょっと寂しいですけど。まあね、瀬島さんいるからいいよ。変わらんからね、ここ。いい。どう、やってみて、どうやったの。手強かったですね。
ディフェンスでもその中で、まあ、こじ開けられたのは、まあ、すごく自分にも自信になりますし大好きなチームなんで、うん、一緒に試合できてよかったです。真面目になっちゃったね。いや真面目のトヨカーだから。お岡山のサポーターの皆さんお久しぶりです。なかなか会えないですが、試合結果などいつも気にしてるので、お互い頑張りましょう。そして、まあ、セレッソ見る機会があったらぜひ応援してください。宣伝したありがとうございます。寒いとこ、いい雨の中風邪ひかんように。はい、お疲れ様です。ありがとう。高井、お疲れ様です。お疲れ様です。いいゴールやったね。そうですね、はい。あの、残念ながら動画撮れてなくて写真は撮れたかもしれないけど、はい、最初の時写真撮ってて、はい、ちょっとどんなゴールやったかちょっと解説してあげて。そうですね、まあ左サイドでこうボールをチームとして取り切れて、まあ、木原君のところに流れて、で最後、僕がゴール前で待ってたんですけど、木原君が、流してくれて、うん、まあ、最後僕が、フリーな局面だったんで、まあ、振り抜くだけだったんで、振り抜いたら、まあ、左の、神様コースのところに飛んでいったんで、いや、はい、弾丸でね。そうですね、はい、いいシュートやったね。いや、もうすぐ開幕やけど、はい、頑張っていこう。これちょっとすんごい雨やけど、はい、ちょっと強くなってきました風邪ひかんように。はい、ありがとうございます。キャンプ最終日お疲れ様。はい、お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。ういっす。うぃー、お疲れ。お疲れ。乗り換えです。おっす。お疲れ様でした。お疲れ。岡山帰りたいよ、早くもうちょいね。お疲れ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 。元気。お疲れ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 。